矢野さん、矢野さん。はい。雨の日の試合でスパイク濡れちゃったんですけど、どうやって乾かせばいいですか？はい。まず、スパイクを履いて、雨で濡れちゃったときは、はい、まずこちらの中敷きですね。一回外してください。はい。紐も外しますよ。はい。そしたら、まず濡れたスパイクは、まず乾いたタオルを用意してもらって、まず、この表面をしっかり、押さえながら水分取ります。はい。で、その次に、中もしっかり拭きますよ。でね、しっかり押さえながらね。はい。押さえながらね、しっかり。はい、水分取ります。はい。で、ある程度取ったら、はい、次に、乾いたタオルを用意してくださいね、また。で、その乾いたタオルを、つま先部分に押し込んで入れて、さらにかかとの部分にも、はい、こうやって入れます。で、こうやって入れることで、シューズ全体の水分を取ることができるのと、あとは型崩れもね、防ぐことができます。はい。こんな感じでね、入れてくださいよ。はい。で、大体半日ぐらいこの状態で、はい、キープしてください。はい。で、そうしたら半日経ったら、タオル出してもらって、こちらシューズドライヤーがあるので、シューズドライヤーを、はい、中に、はい、このように入れて、約1日半、風通しのいいところで、はい、乾燥させれば終了です。はい。で、この後はしっかりクリームをつけてメンテナンスをしてあげてください。はい、こんな感じで、スパイク濡れた時の乾燥方法をやってみてください。